はい、それではですね、オンラインの模擬講義ということですけれども、データサイエンスや人工知能 AI が汎用ツールとなる時代の経営システムというテーマで、理工学術院創造理工学部経営システム工学科の後藤がお話をさせていただきたいと思います。まず簡単に私の自己紹介をちょっとさせていただきますけれども、私はですね、経営システム工学科に所属をしています。経営システム工学科というのは、この社会とのですね、接点でこういろいろと、理工学的な技術を、研究する創造理工学部に属していまして、こちらのですね、経営システム工学というものがどういう学問領域かにつきましては、他にですね、学科主任の先生とか、いろいろな、コンテンツがあると思いますので、そちらをご覧いただきたいと思います。で、私はその経営システム工学科の中で、そのデータサイエンスとか、そのビジネスアナリティクスと呼ばれる分野を、研究しています。で、この分野は、先進的なその機械学習ですとか、あるいは AI、それからデータサイエンスですね。こういった情報を活用した、大規模なデータの分析技術、こういったものをそのビジネスドメインでですね、いかに活用するか、特にそのビジネスデータをどう分析するか、それからマーケティング分析とか、そういった応用について、活用をする方法を、研究をしています。で、もちろんですね、機械学習とか AI の、理論とか、基本的に基礎研究ですね、こういったこともやるんですけれども、その先にはですね、このビジネス領域において、いかにこれを活用するか、うまく活用するかというところにも、力点を置きながら研究を行っています。で、この研究室の、研究内容とか、いわゆる研究業績とか、そういったものについてはですね、活動については、こちらの後藤研究室のホームページに、情報を掲示しています。それから、早稲田大学の、他の何人かの先生たちと、データサイエンス研究所というものを運営していまして、こちらでも、様々な企業と共同研究をしたりしていますので、そちらの情報はこちらを、ご覧いただきたいと思います。はい、さてですね、最初にですね、私たちが直面している社会の、現状をですね、皆さんとちょっと見て、それから考えていきたいというふうに思います。で、私たちが直面している社会というのは、今じゃあどういう状況なのかということなんですが、私たちはまずその取り巻く社会のですね、キーワードをちょっと拾ってみると、その辺のことがわかるかと思います。例えば、知識集約型社会ですとか、ソサイティ5.0か、データ駆動型社会システムとか、あるいは AI とビッグデータ、こういったキーワードというものが巷で広く使われるようになってきています。で、いろいろ AI とビッグデータとかですね、ソサイティ5.0、これらはちょっと聞いたことがあるかもしれないですね。で、このうちのですね、この知識集約型社会というのは一体じゃあどういうことなのかというと、資源や物、従来はですね、資源が豊富な国とか、物が安くですね、高品質なものを作れる国っていうのが豊かだったわけですけれども、そうではなくて、これからはですね、知識を共有し集約する。そういったことで様々な社会的課題を解決し、新たな価値を生み出すような、そういう社会。これはですね、知識集約型社会というふうに呼ぼうということで、こういった社会のあり方をですね、議論しようということが言われるようになっています。で、実際にどういうことが起こっているかというと、すべての産業でデータサイエンス、これはデータ ×AI というような呼ばれ方をしますけれども、こういったもので形を変えているということですね。産業が形を変えるということは、その仕事のあり方が変わる。それから、生み出すその、価値が変わるってことですね。お客さんに売る、商品のですね、バリュー、価値が、そもそもこのデータサイエンスによって大きく変わってしまうということになります。で、これは何を意味しているかというと、私たちの生活そのものがデータサイエンスで形を変えているということになります。そうすると、競争の場がですね、企業の競争の場が、いいものづくりだけじゃなくて、このデータサイエンスで、形が変わってくるということで、ものではなくですね、目に見えない価値、これをいかに創造するかっていうことが、勝負の鍵になってきます。で、これはですね、日本がですね、ものづくりを、
中心に、製造立国となっていた、1960年代から70年代、そして80年代、で、バブルが弾けたのが90年代なわけですけれども、その高度成長期に、どういうことが起こったかということを、表すわけですけれども、いわゆる人口がですね、世界でも稀に、なほどですね、この小さい島国にもかかわらず、人口で言うと、世界有数の、マーケットを、形成していたわけです。で、一番ですね、人口が多かったところで、1億2700万人という、人口だったわけですけれども、実はもう生産年齢人口と呼ばれる、いわゆる活発にですね、消費をするような、ものを買ったりして、消費してくれるような、そういう年代の人口というのは、もう実は1997年頃からこうガーッとこう下がってきていて、1000万人近く、もうすでに、下がってきているということが言えます。で、こうすると、だんだんですね、GDP とかには、この、人口というものが大きく影響を与えてですね、例えばこの2050年までの国別 GDP 予測ランキング、GDP というのは、国のですね、経済規模をですね、表すような指標として使われることが多いわけですけれども、GDP をですね、この、米ドルで換算した時の世界順位というのは、第4位というものは、2030年ぐらいは、までは、日本も第4位ということで、この辺に位置するんですが、それが、2050年頃になるとですね、ロシアとかメキシコとか、ブラジルなんかにも、追い抜かれる形になって、世界第8位ぐらいまで、ランキング的に落ちていくということが、予想されています。ただですね、悲観しなきゃいけないかというと、実はそんなことはなくて、例えば、ヨーロッパでも有数のですね、技術立国であるドイツなんかは、それでも日本よりまだ下にいるということで、単にですね、GDP で、国が豊かかどうかっていうことだけは測れないので、そういう中でも、日本っていうのは世界に輝く、国としてあり続けるということが、どういうふうにしたら戦略的にできるか、こういったことが今、議論されているわけですね。で、それで知識集約型社会に向けては、日本の政府とか、あるいは日本学術会議と呼ばれる、会議やですね、学術会などがいろいろ提言をしてまして、これはその一つなんですけれども、知識集約型社会の拠点となる大学のあり方に関する提言ということで、これはぜひ皆さん Google で調べてみていただくと、これ報告書みたい、提言書みたいなのがヒットして、見れると思いますが、その中でこの4つがですね、提言されているわけです。で、その中の一番下には、我が国のその人文社会科学を強みにした未来社会戦略と科学の新展開が必要だと。つまりですね、理工系のいわゆる技術だけが引っ張る社会ではなくて、その技術をですね、いかにその社会にこう組み込んで、うまくその、社会システムの中でこう、作り込むかっていうか、使いこなすかっていう、そういう技術をどう使いこなすかっていうことが重要だ、みたいなことが言われているわけです。で、こういう領域に、最も強いというのは、実は人文社会科学系の強みを生かすということも重要なんですけれども、実は社会システムでですね、理工学的なアプローチを取る形で、理工系の分野で社会システムとか、経営システムをこう扱うという意味で、経営システム工学の分野に課せられているような、そういう期待というのも大きいということが言えます。さて、こういう世の中で、最近ここ10年とか20年の間にですね、どういうその世の中が変わってきたかということをちょっと見るために、最近ではですね、こういう Google トレンドというものがあり、活用することができるわけですね。これは何かというと、Google で、どんなキーワードがこう検索されてきたかという、そういったキーワード検索の盛り上がりによって、トレンドを測ろうと、そういうことで、皆さんもこれ Google で、こういう図をですね、可視化することができるので、ぜひ気になることは活用していただければと思うんですが、今ここにですね、そのビッグデータとか、セアでデータ分析とか、データサイエンスとか、そういうことに関係するようなワードを、こうやって取ってきたときに、どんな風に盛り上がったかということを、グラフにしています。で、ビッグデータというのはこの辺ですね、2012、3年頃ですかね、ここからわーっとこう盛り上がって、一気にこう盛り上がってますね。そこからだんだんとこう、だんだんと、この盛り上がりが、収束に向かっていると。
で、これに対してデータサイエンスとかデータサイエンティストというのは、こう、わーっとこの辺からだんだんちょっと上がりましたけれども、ここからだん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 こう上がってきている。で、この辺で一緒になっ、まあ、同じぐらいの盛り上がりになってきているという、この後どうなるかなっていうことが見て取れると思います。で、まあ、皆さんこれを見てパッと思うことが、あれ、AI ないじゃんって思うかもと思うんですね。じゃあこれに AI を加えるとどうなるかというと、実はこうなります。AI は突出してですね、この Google トレンドでいうところの盛り上がりがこうすごかったんですね。この辺からだーっとこう、AI っていうのは実はずっと前から、かなり前からある言葉で、後で説明しますけれども、かなりですね、皆さんが生まれるかなり前からこうある言葉なんですけれども、こうだん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 とこう、こう、あんまり盛り上がらない形でずーっとこう、来るんですね、長いこと。で、ところがこの辺の2014年とか5年ぐらいですかね、世の中的にはうわーっとこう盛り上がって人工知能がブームになります。で、ここからまあ、5年ぐらいかけて、だん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 こう収束していって、この先人工知能っていうのはどうなるかということで、この、まあ、一大ブームというところから言うと、かなりこう落ち着いてきたということが、言えるかと思います。で、この人工知能なんですけれども、じゃあ先ほどもずっと前からあるって実は言ったんですけども、じゃあいつからあるのかというと、一番最初にですね、この人工知能っていうアーティフィシャルインテリジェンスっていう言葉が使われたのは、このダートマス会議だと言われています。で、これ1956年のダートマス大学にですね、この、マッカーシーとか、このミンスキーとか、シャノンですね。このシャノンという人は情報理論で非常に有名な人だったりするんですけれども、こういうですね、情報とか、そういう分野のですね、著名な研究者が、このダートマス海大学というところに集結して、人工知能の基本的な研究というか、まあ、ディスカッション、議論を始めるわけです。で、これがですね、1956年の7月から8月にかけてということで、この会議の提案書において、初めてその、アーティフィシャルインテリジェンスという言葉が使われたと言われています。で、その、まあ、定義というのは、人間が行うような知的な思考ですね、認識とか推論、それから言語コミュニケーション、それからアイデアの創造、こういったものをコンピューターなどの人工的な機械で実現したものというふうにされていて、その構成要素として、そうとしてはそのアルゴリズムとデータがあるというふうに言われています。で、この AI なんですけれども、実は我々が第3次の AI ブームと言ってるんですが、ここでですね、深層学習とかそういった音声認識とか、で画像認識ですね、こういったものによってAI がブームになったんですけれども、これは実は3回目のブームです。実はで、以前にですね、この第一の AI ブームというのが、実はもう1960年代に訪れています。で、一回ですね、AI がこう、しぼんで、AI はなんかあまり大したことできないんだな、ということで、まあ、人気がこう、なくなってと研究領域でですね、あんまりその研究されない時代が来て、冬の時代が来てから、もう一回こう、盛り上がりが来ます。で、これ盛り上がりが来て、第2次の AI ブームが来たときに、これ1990年前後なんですけれども、まあ皆さんのお父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんの世代だったら覚えがあるかもしれないんですが、この辺の時代っていうのはニューロ&ファジーという製品が非常に流行りました。で、このブームも実はもう一回、こう、冬の時代が来て、AI というのがちょっと廃れてくるんですけども、今は3回目にこう盛り上がっているということになります。これが今後どうなるかということはわからないんですけれども、この3回の盛り上がりがあるというのは何でかというと、実はですね、AI のコンセプト自体というのは割と古くからあるんですね。今のその深層学習とか、それからですね、ニューラルネットワークと呼ばれる人間の脳を模倣したこのモデルっていうのは、実はかなり古く、この辺の時代からそのコンセプト自体はですね、あるんです、実は。ただ、それにを具現化するというか、実現するようなコンピューターとか、あるいはデータというものが追いついてなかった時代に。ということで、その、第二次の AI ブームは実はコンピューターの性能が向上してですね、AI を実際にコンピューターが実装できるようになったと。ただこの頃っていうのは実はインターネットがこう普及する前だったんですね。インターネットが普及するのは、まあ皆さん、知ってるかどうかちょっとわからないですけども、1995年にですね、Windows 95っていうのがマイクロソフトが発売して、一気にですね、インターネットの世界が訪れるわけですが、この辺の
ところからインターネットがわーっと、一般にですね、こう浸透して、世の中でみんながですね、常時、携帯電話で、常時にこうインターネットに接続して、インターネットでなんか物を買ったりとか、検索したりとか、そういったものが、わーっとこうも膨れ上がるのがこの時代です。で、そうすると、この、コンピューターの性能だけではなくて、その検索した結果とか、購買した履歴とか、そういう、皆さんが投稿した画像のデータとか、いわゆるデータが、の量がですね、飛躍的に増えてきたのがこの辺の時代なんですね。つまり、ビッグデータというのが使えるようになって、で、それがコンピューターの性能と相まって、それでデータの大、AI の第三次ブームというのが訪れたというふうに考えていいと思います。ということで、人工知能で一体何だったのかというと、これアタカ先生という方の新日本という書籍ですね。非常に売れている書籍ですけども、ここにも定義が書かれていますけど、この引用すると、AI というのは、人工知能は計算機かけるアルゴリズムかけるデータだというふうに言っています。これがまさに、先ほどのですね、こちらで言うブームの3つの山に対応しているんですが、アルゴリズムで言うと、だんだん最初にですね、大体アルゴリズムというのは、この辺でですね、だんだん出てきているんですね。で、それに対してコンピューターの計算機の性能が追いついてきたのはこの辺で、データが増えてきたのがこの辺ということで、この3つ、計算機とそれからアルゴリズムとデータ、これが掛け合わされたものが AI だというふうに言われています。で、つまりですね、AI というのは、計算機があっても、それを、学習するデータをいろいろとですね、分析するアルゴリズムというものが備わっていても、データがないと、実は優秀な AI というのは作れないんですね。ここに書いておきましたけれども、良質のデータを学習させないと、優秀な AI は作れないわけです。で、例えば強いですね、非常に強い、例えばコンピューターの囲碁とか将棋のソフト、これを AI で作ろうとすると、何が必要かというと、どういう手を打った時に、最終的に勝ったかという、何回も何回もこう対局して、その対局の結果っていう、データが必要なわけですね。それを学習してさらに強くなるというのが AI なわけなので、そういう良質のデータですね、これが必要になります。で、そうすると、どのような問題に対しても簡単に優れた AI が作れるとは限らないわけです。つまり、ある程度のその質と量のデータ、これを用意する必要があって、で、そのためには AI をいかに上手にこう使いこなすかという、そういう使いこなすためのですね、ノウハウとかテクニックがこう必要になってくるというのが AI になります。ということで、サイドになりますけど、Google トレンドですね。先ほど見せたこれで言うと、ビッグデータというのが、こう、だなだな、こう、下がってきて、データサイエンスっていうのが、こう、上がってきてるわけですけれども、つまり、その、データをですね、どう科学的に、こう、扱って、人工知能とか、機械学習とか、いわゆる、その、分析、データ分析技術とか、そういったものをうまく使いこなすかという、そういうことが実際に、重要になってきたということで、このデータサイエンティストとかデータサイエンスというものが、こう、だんだんですね、地味に、こう、脚光を浴びているというのが現在かと思います。はい、それではですね、次にビジネス分野におけるデータ活用の現状について少しお話をしたいと思います。これはですね、消費者、ビジネスというのは、企業活動というのはお客さんがいて、で、消費者にですね、自社のサービスや商品を買ってもらう。これが B2C、カスタマー向けの企業の事業になるわけですけれども、その消費者がですね、どのようにその、ものをですね、ものやサービスを購入する、してくれるのか。これをですね、モデルとして考えておく。こういうことが実は重要になります。で、インターネットが、発達する前はですね、このアイドマモデルというのが実は、有名な、典型的な、消費者の行動モデルとして、言われていました。で、これはですね、アテンション、それからインタレスト、それからデザイア、メモリー、アクション、これを頭文字を取って、アイドマモデルというんですけれども、例えばですね、皆さんがテレビで、好きなタレントがですね、何か美味しそうになんか、清涼飲料水を飲んでいると、あれっとこう、アテンションですね、それ気を引いて、それからインタレスト、興味を持つと。で、興味を持った後にデザイアということで、その、清涼飲料水を飲みたいなと思う。
で、メモリーで、それをですね、記憶に留めて、それでお店に行って買うという、そういうまあ、一連の行動だったわけですね。これがアイドマモデルでした。で、一方ですね、インターネットが、まあ、こう普及してくると、消費行動に変化が現れます。で、それの一つが、このですね、メモリーなんですけれども、この欲しいとかメモリーっていうところがですね、実はこのアテンションインタレストでなんかこう興味を持った時にですね、インターネット、まあ皆さんはすでにまあほとんどの人がスマートフォンを手元に持っているので、興味を持ったものをサーチすると、そういうことができるようになっています。で、このサーチをした後に、その、情報をですね、インターネットでこう探して、こういろいろと調べた後に、まあその実際に買うかどうかを決めて買ったりする。で、その後にですね、まあここで従来は終わってたんですけれども、その、ものを買った後にですね、その使用した後にこのシェアをするというのが非常に特徴的になります。シェアというのは何かというと、自分が実際にその商品を使ってみた、あるいはサービスをまあ使ってみたとか、あるいはレストランならレストランに行ってみた、ホテルにあったらホテルに泊まってみたと、その感想なんかはですね、インターネット上でまあコメントとして、口コミデータとして、まあこうまあ、投稿してですね、その投稿した情報をさらに他の人が見て、サーチして、それを見て、まあ、さらに次の他の人の購買行動に結びつくということで、このシェアした情報がサーチにこう結びつくと、こういうぐるぐるここに循環が生じるという、そういう状況が生じています。つまり、実際に物を買ってもらって、で、良い評価を得た商品は、さらにどん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 いい口コミデータを、まあ、投稿してもらって、で、それをさらに新しい消費者に、こう、サーチしてもらって、さらに買ってもらえると。いうことで、勝ち組がさらに勝ち。まあ、言い方は悪いですけれども、負け組がさらに負けるという、そういう状況がどんどん生じるようになってきています。ということで、こういうですね、その情報化社会に、まあ、伴うですね、この変化ですね、我々のその消費行動の変化について、考えた上で、もう一度ですね、ビジネスのまあ、あり方、それから消費者との接点の作り方について考える必要があるということが言えます。で、マーケティングリサーチのあり方も実は変わってきていて、例えばですね、この、皆さんが、スーパーとか、まあ、コンビニとかそういうところに行った時に、まあ、買い物をするわけですけれども、最近では例えば、電子マネーを使う人もいるだろうし、まあ、現金を使う人もですね、そこにはですね、IC カードというものを提示して、例えば、T ポイントカードとか、あるいはナナコとか、そういったものを、カードをですね、こう提示して、ポイントを付与してもらうということをする人が多くなっていると思います。で、この IC カードによって、購入をすると、消費者にとってはですね、ポイントを還元してもらえて、非常に物を買えば買うほどですね、そのポイントが貯まるので、そのポイントを使って、さらに新しい物が買えるということで、非常にお得な感じがするわけですけれども、これは非常に企業の側からしても、非常に優れたマーケティングツールになっていて、顧客をですね、囲い込むだけじゃなくて、そのお客さんがですね、その、購入をするたんびにそのポイントカードをこう提示してくれるので、つまりこのお客さんが一体何を買ったのかという、そのデータがですね、企業側にこう蓄積することができるということになります。つまり企業と顧客の接点を、情報システムを開示して、こう、消費者の情報、何を買ったのか、いつ何を買ったのかという、何と何を一緒に買ったのか、こういったことが全てデータとして取れる、そういう時代になってきています。で、そうすると、まあそういう購買履歴データというものを実は分析しようなんていうことが実際にできるようになっているわけですけれども、これはですね、まあここを見てもらえるとわかるんですけれども、早稲田大学のデータサイエンス研究所、私たちの、まあ研究所というのは、小田急電鉄さんと、まあ共同研究なんかをしているわけですが、このですね、ポイントカードとか、そのクレジットカード、こういったものを、まあお客様が使っていただくと、それでポイント獲得とか、あるいはクレジット利用で、まあこれでもポイントを獲得してくれてるわけですけれども、こういったものをですね、まあお客様の、まあ利用履歴を活用して、さらにですね、新しいですね、まあ新しいこう、価値のあるそのバリューとか、
そういう情報とかですね、そういったものを、まあ、顧客にですね、まあ、提示するようなことに使えないかとか、まあ、そういったことをに、まあ、活用するような方法を研究したりしています。つまり、単にですね、今までは、その購買履歴データを使って、なんか新しい商品をお勧めしたいとか、なんかそういうようなことにも、使われることが多かったんですけども、さらに踏み込むと、お客さんにですね、長く、自社のですね、ブランドを使ってもらって、良い関係を築いて、お客さんに、まあ、いい、そのベネフィットを長期にわたって提案すると、提示する。そういったことに使うようなことにも、考え始めているわけです。で、企業側はそういったことにこのパターン認識とか機械学習、それから AI の技術というものをすでにですね、運用を始めていて、こういったことが将来的にどう活用できるかということが研究の、まあ、一つの着眼点とか切り口になっているということになります。それからですね、先ほども少し出てきたんですけれども、そのレコメンデーション、情報推薦ですね。皆さんは、いろんな EC サイトとか、あるいは、ムービーのサイトとかですね、あるいは評価ウェブサイト、そういったところを見に行くと、いろいろなですね、あなたにおすすめの動画はこれですとか、そういったことがこう、提示されていることを、まあ、見たことが、まあ、あると思います。つまり、皆さんの、選んだですね、商品を使って、そのデータを使って、あなたに、まあ、最も合致するような商品、これをお勧めしてくれるという。まあ、こういったことで、計算コストをかけずにですね、魅力的な製品を、各ユーザーにカスタマイズして、ユーザーごとにカスタマイズした商品を推薦できれば、強力なですね、ツールにもなるし、お客さんからすると、なんか非常に魅力的な、アイテムをですね、推薦してもらえて、新たな発見につながるので、顧客満足度の向上にもつながるということが言えます。またですね、昨今では、その自然言語処理、いわゆる人間が書いた自然言語のテキストデータですね、こういったものも分析可能になってきています。例えば、ツイッターにはですね、今にまさにこう起きていることが、こう、如実にですね、リアルタイムで蓄積されています。例えば、昔ですね、例えば崖の上のポニョっていう映画が流行ったんですけれども、それがですね、実際にテレビの家庭でこう、家にですね、テレビでこう、放映された時にですね、ポニョの女の子とですね、小さい主役の男の子がですね、一緒にラーメンを食べるような、そういうシーンがあるんですけれども、そういったシーンが流れた瞬間に日本全国でツイッターでですね、ラーメン食べたい、ラーメン食べたいっていうのがつぶやかれたとか、なんかそういったことが、知られたりしてますけれども、そういうふうにですね、日本全国で今どんなことが、つぶやかれているか、まあ、リアルタイムで今何を、人々は思って感じて発信しているかっていうことが、ツイッターなんかには今、情報として、生きた情報として、リアルタイムにこう、まあ、こう、溢れているわけですね。こういったものとか、あるいはですね、ツイッターだけではなくて、例えば、ウィキペディアとか、そういったものとか、あるいは、フェイスブックとか、そういったものについても、生きたですね、テキストデータというものが、日々蓄積されています。で、消費者は、こういった言葉を、実は、常にですね、目に入るようになっていて、様々な製品とか、商品、サービスについて、良い点とか、悪い点とか、人々の感想を自由に、こう、語っているこの感想をですね、目にしながら、次の消費行動を決めているということで、そういうテキストデータということが、テキストデータがですね、次の、いわゆるマーケティングの、分析としては非常に重要なツールになっているということが言えます。で、こういったですね、大量のテキストデータというものを、まあ、分析して、自動的に分析して、まあ、その結果をこう集約してくれるような、そういう技術はあるかっていうと、実はこれが高度に発展した自然言語処理技術の活用になって、ビジネスアナリティクス、ビジネスデータの分析でも、こういう、テキストマイニングとかですね、自然言語処理と呼ばれる、いわゆる、まあ、皆さんが自然にこう、適当にこう、日本語で書いた文章、これを、大量にこう流しても、それをですね、全体を統合して分析してくれるような技術、こういったものが使われ始めています。で、実際にまあ、どんな風にするかというと、
例えばですね、簡単な一例で、得られた自由記述文章ですね、子供の例えば運動会でとても良い映像が撮影できたという文章だとすると、これをですね、単語に分割します。これを形態素解析というふうに呼ぶわけですけれども、こうやって単語に分割して、で、それぞれのですね、符号をですね、のとかでとか、こういう符号ですね、っていうものを削除して、動詞を基本形に変換したりすると、例えば重要な単語がですね、こうやってこう羅列できるわけです。抽出できるわけですね。で、こういったものを、実際にある一つのですね、ドキュメント、テキストデータに含まれるその単語の数というものがカウントできるようになるので、例えばですね、あるテキストっていうのは経営という単語を1回、含んでいて、あるいは情報とか生産とかパソコンとこういったものは含んでいなくて、例えば、ここで工学というのを1回含んでいてとか、増加っていうのを2回含んでいるというふうに、各単語を何回含んでいるかというような、そういう回数でこういうふうに多次元ベクトル化すると、実は各重要語をですね、何回含んでいるかということで、ベクトル表現できるということになります。これはいわゆる文書ベクトルと呼ぶんですけれども、そうするとですね、皆さんが高校で勉強した多次元空間のですね、距離とか、あるいはですね、コサインとかですね、そういった予言ですね、こういったものを、あるいはベクトルの内積とか、こういったものが、何に使えるのかっていうことを、あんまりよくわからずに数学で勉強してきたと思うんですけれども、実はこういうふうに文章をですね、ベクトル表現すると、そういう数学ですね、数学2とか数学3とかで使ったような、そういう技法がですね、そのまま使えるようになります。ただし、問題がいくつかあって、これはですね、通常ですね、ちっちゃいもので、一番ちっちゃいもので3000次元ぐらい、要するに単語の数がそのくらいあるわけなので、3000個以上の単語が少ないものでもあるので、通常は数万次元の高次元ベクトルになります。から要素である各単語の出現頻度はですね、相対的に少ないんですね。皆さんも一つの、例えばツイッターでつぶやいた場合には、ほとんどの単語は含まれないことがわかると思います。ですから、1000001000200000というふうに、0が非常に多いようなベクトルになってしまうわけです。出現頻度が相対的に低いと。それからですね、分析に不要な単語がどうしてもやっぱりですね、こうやって重要語だけを抽出したとしても、本当はこの単語いらないのになっていうものが、含まれてしまう可能性が、どうしても残されます。ということで、こういう性質があるので、今までのその多次元ベクトルの、分析に使われる従来のですね、多変量解析というものの手法でも、分析はできるんですけれども、本質的にちょっと性質が異なるデータなので、それを踏まえた上で分析ツールが扱われるということが多いということになります。これはですね、その一つの例なんですけれども、出典はこの論文ですけれども、一つのですね、これ、ある評価ウェブサイトに投稿された評価ウェブサイトの評価文ですね。ユーザーの評価文を、数量化して、で、これは横軸が高機能、高ブランド価値の軸で、こっちはですね、商品の使用イメージという、そういう軸で、これ普通の自然言語ですよ。自然言語、単語の頻度で、こう、ベクトル化して、そのベクトルをギュッとこう、二次元に集約したような、そういう分析をかけたというふうに思っていただきたいと思います。で、どういうふうにこう、分析するかみたいなことは、大学に来たら分析ステージについては、勉強することができますけれども、こういうものに集約すると、何がわかるかっていうと、例えばこれ、専門品と買い回り品と無料品っていう、そういう商品カテゴリーなんですが、それによってですね、お客さんがどういう点にも、をその商品について求めているかということが、傾向としてこう、やっぱりこう、傾向がですね、こう、明らかにこう見て取れると差がですね。そういう商品分類によってユーザーのコメント内容が異なるよというようなことが分析できたりするわけです。で、もうちょっと具体的に言うと、こういうふうにですね、これはすべて、自然言語ですね、皆さんが投稿する、例えばこの携帯電話使いにくかったとか、電池が切れちゃって、なかなか電池が持たなくて、なんか非常にストレスが溜まるとか、なんかそういうことを発したとすると、そういう自然言語をですね、自然にこ
自動でですね、コンピューターで分析をして、どんな単語がどのくらい含まれているかということを分析することで、こういうようにですね、満足度が高い商品と満足度が低い商品で、どういうところについて、その自然言語の、コメントがですね、記述しているかということが、こういうふうにデータチャートみたいな形でこう比較したりすることも、できます。例えば、専門品で満足度が高い商品は、機能とか独自性とか便益情報、この辺上昇とか、この辺について語ってるのに、満足度が低いものについては、信頼性が低いとか、便益が低いとか、こういったことについて語ってるものが多いとか、こういう比較がすることができます。これ買い回り品とか専門品っていうのはこの商品分類なんですけれども、こういったものでどういうところがこう、語られているかということも比較したりすることができるようになっています。こういったことがですね、分析者がいちいちですね、文を読んでいろいろこう仕分けするとかをしなくても、テキストマイニングとか自然言語処理の、技法を使って分析することができるようになってきているということは、現在の分析技術の動向です。ということで、今、若干いくつかですね、示したんですけれども、これに加えてですね、人工知能ですね、固有技術としてのその AI がですね、非常に大きな成功を収めているのが、この2015年以降の、ここ数年ですね、の状況になります。で、大きな立役者というのは、一つはディープラーニングです。深層学習と呼ばれるもので、こういったものがですね、将棋や囲碁の分野で AI ソフトがですね、もはやですね、こう AI ソフトにプロの棋士がですね、AI ソフトを使って、いわゆる将棋の勉強するという、そういう時代になっちゃったわけですね。ですから、人間より基本的にAI の、ソフトウェアの方が強くなってしまったと。で、そうすると、何が起こるかっていうと、人工知能が、すごいすごいということで、AI の、AI に対する過度なこの、期待っていうのが膨らんでくるわけですね。そうすると、大規模で多様なこのデータ、つまりビッグデータを取得して、これが利用な可能なですね、情報が整備されてくればですね、いわゆるこのデータが活用されて、AI が使えるんじゃないかっていう、そういう期待が非常に高まってきます。そうすると、この AI とか人工知能、これからビッグデータとかですね、データ活用、それを使ったその IoT とかですね、インダストリー4.0 とか、ソサイティ 5.0 とか、新しい概念がですね、どんどん生まれて、いわゆるその AI というものがその人間のその社会システムを全て変えるんだ、みたいな、そういうことになってくるわけですけれども、その一部のですね、もちろんそれはその通りなんですが、それらのですね、非常に細かいその要素のですね、一つ一つの問題、例えば人間が取り組んでいたビジネス活動ですね、例えば、非常に優れた、ビジネスマンが企画する企画書を、それをですね、AI がじゃあ、代わりにですね、人の優れたビジネスパーソンの代わりにですね、優れた企画書みたいのを作れますかっていう、そういう話になってくるわけですけども、こういうことにデータ活用が多大な期待が注がれてくるわけなんですけども、実はですね、だんだんとその高度なですね、高度なビジネス活動を行う高度人材をじゃあ代替できるかというと、現在では非常に難しい。現状ではなかなかそれは難しいということが分かってきました。例えば、それは皆さんがこれから勉強して非常に経験を積んで、例えば30代ぐらいになって非常にいい仕事をするような、そういう人材になっても、この人はもうこの人に変えがたいっていうような、そういうような専門家になった時に、じゃあその専門家と同等の仕事をするような AI って作れますかっていうと、なかなか実はそれは難しいんじゃないかというような状況になっています。で、じゃあどういうふうになってくるかっていうと、じゃあ AI は、じゃあ活躍しないのかというと、そういうことではなくて、皆さん自身が高度な人材になったとすると、その高度な人材は AI をですね、パートナーとして使いこなしているような、そういう未来像が、近々もう本当に訪れています。ということで、人間プラス AI の共同ですね、つまり、その高度人材は AI を使いこなすことによって、さらに価値創造の生産性を上げるという、そういう時代に突入しているわけですね。で、そういう状態で、
AI を使いこなすというのは、じゃあその、属人的にですね、その高度人材、うまく AI を使える人がうまく使って、その人がこう、うまく人材を、AI を活用して、まあ、個人のその生産性を上げればいいのかっていうと、そうではなくて、そのビジネス領域では、そういうあの、人のですね、なんか属人的ななんかこう、能力とかスキルとか、その、A さんであれば AI をうまく使いこなすけれども、B さんは使いこなせないって、そういうのはちょっとなかなかまずくって、誰でもですね、うまくそのデータを活用できるような、そういうような仕組みをですね、作りたいと。これがビジネス領域におけるデータ活用なんですけれども、この分野っていうのは実はまだ発展途上になっています。で、なんでそもそもそういうことかっていうと、まずビジネスアナリティクスの環境がどんどん変化して、ここ数年でですね、非常に大きなことが起きました。一つディープラーニングワードトゥーベックという人工知能のですね、新しい技術がどんどんできているということ、出てきているということなんですけれども、それ以外にでもですね、そのビッグデータ処理の基盤技術ですね、そういったことが実際まあ、皆さんもインターネットを介してネットワーク上で様々なその情報の処理のですね、コンピュータスペックのその処理を、恩恵をですね、受けることができます。つまり皆さんのパソコンでなんか大きいデータをひたすらですね、ローカルでこう分析してこうやるっていうだけじゃなくて、インターネット上に計算をですね、計算の命令を投げてですね、実はGoogle とかですね、Amazon とかですね、あるいは Yahoo とかそういったところのサーバーが、分析をしてくれて、AI がなんかいろいろと分析した結果を皆さんのパソコンに戻してくれるとか、そういう時代になってきてます、すでに。からですね、計算機統計学、計算統計学ですね、電卓叩いていろいろこう分析するというのではなくて、もう計算機の計算パワーに、をですね、前提としたような統計学というものが発展してきていると。それからですね、皆さんこれ大学に行くとこれも学ぶと思うんですけれども、Python なんかの機械学習ライブラリ、これサイキットランなんとかあるんですけれども、こういったものがですね、フリーで使えるようになってきてるわけですね。当然お金を払って有償で買えるようないわゆるソフトウェアを使うと GUI のソフトウェアも充実していて、Excel みたいな感じでデータをオープンして、それに機械学習みたいなものを実行なんてすると、そういったものが実行できるような環境も整ってきてます。で、ところがですね、実際にそういうような環境は整っているんですけれども、その分析、実際にその分析の切り口っていうのは、じゃあどういうふうにその AI とかその機械学習を有効に活用するのかというと、その切り口が非常に多様なので、使い方が非常にもう人によってですね、もう千差万別になってくるんですね。データはとにかく膨大なんだけれども、いろんな分析の仕方があって、とにかくまあ分析してみただけではちょっとなんかいいことが出てこないと、一味付けをしなきゃいけないということになってくるんですね。で、まあ、とりあえず分析はしてみたけれども、バッとしないということも結構ありますし、あるいはいろんなデータと組み合わせた方が分析のですね、結果が使えるということがわかるんだけれども、実際にですね、何と何をこう統合して分析したらいいのかがわからないとか、あるいはそういう、IT とですね、統計分析の両方に、こう、たけたですね、人材がいないとか、まあ、IT のスペシャリストもいるし、統計学を分かっている人もいるんだけれども、両方がこう、に精通した人材がなかなかいないとか、まあ、いろんな、その状況があって、なかなかですね、これが難しいということになります。ということで、まあ、ビジネスデータの分析の難しさっていうのは、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、皆さんにちょっと理解していただきたいのは、ディープラーニングと呼ばれる人工知能ですね。これが得意とする問題と、実は不得意とする問題っていうのがあるんだということをちょっと理解していただければいいなと思います。で、ですね、ディープラーニングが得意とする問題、人工知能ですね。今の人工知能が得意とする問題というのは、基本的にはですね、高次元の特徴ベクトルで、入力が非常に高次元、例えば画像であったりとか、音声であったりとか、そういうものであるんだけれども、人間がですね、基本的には正解を与えられる問題。これは、ビジネスで、
ビジネスデータであってもディープラーニングとかで割とですね、処理が、することが簡単です。例えば、鈴木くんの顔と田中くんの顔を分類したい。これはですね、皆さんが例えば友達の顔の画像を見たときに、多分100発100中で、後ろからとか横向いてたりしたら別かもしれませんけれども、正面から顔の画像を見れば、田中くんか鈴木くんかっていうのは多分100発100中で見分けられると思います。これ従来の PC、コンピューターでは分類が難しかったんですけれども、人間が正解を与えられる問題という意味では、人間には簡単な問題。これはですね、非常にディープラーニングでは学習が容易になってきています。ところがですね、これっていうのは基本的には従来のコンピューターでは難しかったんだけれども、本来ですね、人間は得意とする問題。これが実はAI が得意とする分野だったんですね。で、ところがビジネスアナリティクスの分野ですと、例えばですね、1年後の例えば石油の価格を当ててほしいとかですね、例えば巨人が優勝するか、来年ですよ、来年巨人が優勝するかどうか当ててほしい。こういったことはなかなか難しいんですね。これは、ね、人間にとっても、正解が与えられるとか予測が難しい問題です。つまり、人間によっても状況が、正解が異なりますし、例えば来年巨人が優勝するかどうかなんていうのは、例えば菅野選手がですね、メジャーリーグに行っちゃうかどうかっていう、その状況が変わるわけですね。状況が変わると、全くもって、正解が変わってしまう。こういったような問題。例えばですね、それからあと他にも言うと、よくですね、料理のウェブサイトに投稿されている、その料理の画像、皆さんも料理の画像を投稿しますよね。例えばツイッターとか、Facebook とかにですね、美味しいラーメンをなんか食べに行きましたとか言って、インスタグラムとかに投稿したりするんですけれども、企業側からすると、本当に美味しそうに撮れている、いい、誰が見ても美味しそうなラーメンのデータを抽出したいって、こういう問題があったとして、じゃあこの美味しそうなラーメンと美味しそうには映ってないラーメンの画像。これってじゃあ誰が見ても本当に A という、ラーメンと B というラーメンを比較したときに、じゃあ100人いたら100人本当に全員が A というラーメンを美味しいというのかっていうと、これもですね、状況とか好き嫌いによって変わるんですね。こういった人間にとっても実は優しくない問題。これは実はですね、ビジネスアナリティクスのビジネスの上では非常にこういう問題が対象になってくるんですけども、これはディープラーニングが非常にあまり得意としない問題になっています。こういうものに対して AI とかディープラーニング、こういったものをどうやってどこまで活用するのって、これは非常に難しい問題で、かつ研究を今しなきゃいけない問題になっているというふうに言えます。そういうことですね。今までですね、人工知能とか、いわゆるビッグデータとかデータサイエンスで、そういうものが、どういう条件にあるかということをお話ししてきました。これからはですね、最後にそのデータサイエンスと経営システムということで、今後のですね、見通しで、展望なんかも踏まえてお話をしたいと思います。で、何度も説明はしてきたんですけれども、なぜ今データサイエンスかというと、基本的に企業活動もそうですし、皆さんの消費者の行動ですね、物を買って、サービスとか、そういったものを消費する、そういう消費行動には、情報技術がもう至るところで活用されています。スマートフォンを使ったり、PC で仕事をしたり、ノート PC でいろいろレポート書いたり、いろんなことをしていますね。で、そういったことで、我々のですね、経営業務とか、いわゆる消費者の、購買、行動、こういったものに様々なですね、検索とか、情報機器の利用がされているわけです。で、そのたんびに、その情報機器を利用するということは、何を意味するかっていうと、ログが残る。つまり、皆さんの情報機器を使ったという履歴が、残るということを意味しています。で、この膨大に蓄積される多様なこのログって呼ばれるデータですね。これを分析して経営に役立てるための経営とか科学技術ですね。こういったものが注目されているというので、これがデータサイエンスということになります。で、先ほども出てきましたけれども、AI っていうのは計算機かけるアルゴリズムかけるデータ。で、このデータというものはその良質なデータがないと AI というものは作れないんだということだったわけです。つまり、良質のデータをどうやって蓄積するかというのが非常に重要で、
この良質なデータを簡単に集められるかと、もしくはすでにどこかあるかというと、そんなことはなくて、実はですね、21世紀の石油と言われていたこのビッグデータのほとんどはですね、活動の記録なわけです。ログデータなんですね。で、皆さんも石油というのはただ掘ってですね、石油っていうのはただ掘ってそのままそれをですね、車になんかこう、重油をですね、車にこう、入れてですね、じゃあ車が走るかというとそうではなくて、ちゃんと精製して、質の良いガソリンというものに形を変えないといけないのと同様にですね、データというものもただそのままって使えないわけですね。ビッグデータというのは単にボリュームが大きいだけじゃなくて、非常に多様性が豊富でですね、それからですね、発生頻度が非常に高いです。皆さんがスマートフォンを使うたんびにそのログが残るということで、非常にこの辺の多様性が高くて、そのまま使えないデータなんですね。これ、ただ量は大きいと。ということで、こういうボリュームが非常に巨大なですね、ビッグデータをどうやって扱うのかという意味で、このデータサイエンスというデータを科学することが必要になってきています。で、そのためにですね、データを正しくこう分析して、その経営に役立つような知識、知見、こういうのを導くためには、単にですね、統計分析手法だけを知っていてももはや、ダメで、情報処理技術ですね、情報技術を駆使できるだけでもやっぱりダメ。で、もちろんこの経営というのはね、対象問題の、事業経営についてですね、経営システムをよく知らないとダメということで、実はですね、この経営と、それから情報技術、それから統計学、こういったものを、これデータサイエンスもここら辺に属しますが、これをですね、バランスよく全てをですね、こう、バランスよく、学んでいるような知識を持っているような、そういう人が、活躍する場が増えているということになります。で、こういったですね、経営と情報と統計、これをですね、すべてこうバランスよく、こう学ぶことができるというのは、経営システム工学科で体系的に学べる分野の一つになっているということが言えるかと思います。で、皆さんはこれからですね、大学で学びを、まあ、いろいろ経験をして学んで、で、実際に社会に出ていくわけですけれども、これからですね、社会に出ていった時に、コンピューター化に起こる未来、これを、きちんとですね、踏まえた上で、皆さんも、手に職をつけ、専門性を磨き、で、活躍していただきたいと思うんですが、これ水野さんという方の書かれた、あと20年で亡くなる50の仕事という書籍からの引用なんですけれども、今後ですね、アシスタントとか単純作業者というように、単純な労働者というのはコンピューターにとって変わられるようになってきます。プログラマーもですね、単にプログラミングをするだけの人というのは必要になくなってきて、で、営業部員もですね、単に売るだけっていうのは必要なくなってきて、お客さんにですね、価値を創造できるような、そういう営業っていう風になってきます。で、中途半端な知的労働者も容赦なく駆除されてきて、ちなみにですね、例えば翻訳家というのも単に外国語ができるだけでは、Google 翻訳みたいなものに置き換えられてしまいますし、翻訳家も意味を翻訳して新たにですね、なんか価値をこう作り上げるようなそういう翻訳家っていうものになってくるし、エンジニアもそうだし、法律家もそうです。税理士とか会計士もそうなってくるだろうというふうに言われています。で、これからですね、日本はですね、日本っていうのは実は100年前に5000万人ぐらいだったんですね。私たちのおじいちゃんおばあちゃんとかが若かった世代ですかね。100年前には5400万人ぐらいでした。それが100年かかって、今現在このくらいですね、1.2 億人ぐらいまで人口が増えた。ここがいわゆる高度成長期だったんですね。これからですね、100年をかけて2115年に5000万人ぐらいまで、同じぐらいのレベルまで人口が落ちていきます。で、ただしですね、この労働力人口の減少がですね、必ずしも経済のすべてのですね、衰退、これを意味するわけではないんですね。例えばですね、日本の労働力人口というのは確かにこの減ってるんですけれども、ヨーロッパでは元気なですね、ドイツとかですね、あるいは英国とかフランスなど、それでも上回ってるわけです。ということで、人口が減ってきて厳しい中ではありますけれども、これからですね、これを打開するための、このイノベーション、
イノベーションというのは技術革新のことですけれども、これからですね、皆さんが、社会の中心を担っていく中で、新たなですね、技術革新を、起こしていって、豊かな、未来を作っていくということが、必要になってくるかというふうに思っています。で、現在はですね、その AI が実際にはですね、マーチレベルの入学試験にはパスできるというふうに、いうレベルまで、AI が、知識を蓄えてくるようになってきたと言われています。ただしですね、この後、じゃあ、AI が、東京大学を、じゃあ、パスできるかというと、これはなかなか難しいということも言われています。つまりですね、人間はですね、もうマーチレベルの入試というところで言うと、AI とですね、同等レベルになってきちゃっているので、じゃあ人間はですね、この AI が強みとする、例えばですね、暗記とかですね、計算能力、こういったものと、じゃあ対抗すべきなのかというと、実はもうそうじゃないと。人間は本来人間が持っている優れている能力、その AI では、もう太刀打ちできないような皆さんが優れている能力を伸ばし、かつですね、この AI を道具として使いこなすという、こういう能力が必要となってくるというふうになってきます。ということで、今後なんですけれども、ビジネスアナリティクスにおける展開に言っておけると、例えばチェスの世界ではですね、人工知能対グランドマスターって、人間の世界、チャンピオンですね、と人工知能が戦うみたいな、そういう世界が、行われていて、例えばその将棋の世界でも、例えばですね、プロの棋士っていうのは、人工知能を使って、自らの腕を磨くことはあってもですね、実際に対局になったら、AI を使っちゃいけないっていうのはルールだったんです。ルールなわけです。で、ところがですね、ビジネスの世界をこれやっていいんですよ。実はビジネスの世界は、将棋の、を指している棋士がですね、AI でなんかいろいろとなんかこう、AI に考えさせながら、その中で最終的に何を、どういう手を打つかは人間が決めると。そういうようなことが可能になってくるんですね。ですからビジネスの世界では、あたかもその囲碁とか将棋で言うと、二人のアマチュアがですね、三台の PC を使って、AI を使って、いわゆる平凡な人間が平凡なマシンを使って、人工知能を使いこなしながら仕事をすると。で、その時にすごくもう莫大ななんかこう、ベネフィットっていう便益みたいなものを、作り出すことができる。そういう時代になってくるので、ぜひですね、皆さん自身が、人間だけでなんかこう、グランドマスターになろうとせずにですね、ぜひですね、人工知能を、部下というか、皆さんの右腕、左腕にして、ビジネスの世界で戦うと。こういうことをイメージするといいかなと思います。ということで、今の時代こそ、実は絶対的に必要とされるのが、その専門性になってくるんですね。コンピューターや AI、これが汎用的な道具として、使いこなせるような、そういうスキルですね。こういったものを使いこなすような、専門性が必要になってきます。で、あなたはじゃあ何するかっていうと、AI にはできない、人間にしかできない仕事。これができるような技術を身につける、能力を身につける必要があります。で、そういう時代にも、この分野だったらこの人。そうですね。人工知能にやってもらえるようなことであれば、人工知能でいいわけなので、人間が困ることというのは、やはりその解を求めるのは、専門性の高い人材なんですね。この分野ならこの人に聞くべきだと言われるような高度な専門性を、今のうちに身につけておく必要があるかと思います。で、今後、数十年、我々の立場としては、その経営システム工学が対象としている、いわゆるですね、固有技術ではなくて、固有技術を使い、AI っていう固有技術があったとして、その AI をですね、どのように人とか情報システムとか、金とか物とか情報の中、こういう全体の社会、その企業のシステムの中に、こう、経営システムに組み込んでですね、AI を要素として使いこなすか。こういういわゆる管理技術として、いうことで意味での重要性というのは、これからもですね、その重要性は損なわれないと考えています。つまり、AI とか IT がいかに進歩してもですね、物の生産や流通、例えばですね、IT や AI がどのくらいそう進歩してもですね、人がいなくて物流なくして皆さんのところに注文したら勝手にですね、本とか物が届くわけはないですよね。ちゃんと物流ドライバーがいて、ドライバーがですね、ちゃんと物を持って限界まで来てくれると思います。
で、そのための物流、これがいかに自動化されようとも、高度な専門家がそこに介在する余地っていうのはずっと残り続けますし、そのサービスとかあるいは医療ですね。医療なんかもドクターがじゃあいなくなるかって、それはいなくなりません。AI を、パートナーにして AI を使って、で、治療すべき、疾患をですね、早く見つけるとか、そういう、AI を、こう、サポートに、さらに高度な医療をするということは、もう、どんどん進むと思いますけれども、じゃあ、医者がなくなるかっていうと、それはないです。という中で、じゃあ、そういうですね、医療システムとか、物流システム、生産システム、サービスシステム、交通システム、こういう様々な社会システムにおいて、それをですね、設計したり、管理したりする人。こういう人材は、これからもずっと必要になります。で、いわゆる高度なそういうですね、専門性を身につけて社会に必要とされる人材になっていただきたいというふうに考えています。で、経営システム工学が対象とするシステムイメージは、こういう形で、これは循環型社会システムということで、物っていうものが、念頭にありますけれども、何かをこう生産するような、物を生産するような時っていうのは、それをですね、産業廃棄物なんかは出ていくだろうし、製品は、実際に流通サービスに乗って、レストランとか病院とか、あるいは皆さんの、消費者に届けられるということになります。で、使用者、生活者というのは、その商品を、製品をですね、使って、で、それを情報システムを介在しながら使って、その使い方をですね、例えば、今はですね、ものがですね、インターネットでソフトウェアがアップデートされるような、そういう時代になってきてますね。なので、情報システムとつない、つながりながら、ものとか、それからサービスを受けるということになって、そういう時代になっています。で、それを使い、終わった後はですね、廃棄するっていうこともありますけれども、そのうちの多くは今度回収されて、リサイクルとかリユースに回ってくるような時代になってきてます。で、それは、一部はなんかこう、廃棄されるけれども、できる限りですね、リサイクル、リユースして、もう一度生産システムに戻って、これがぐるぐる回っていくような循環型社会システムというのが、構築されていくようになってきます。で、その中心にあるのが情報システムです。で、情報システムというのは、ですから、様々なですね、システム、生産システムであったり、流通サービスシステムであったり、使用者生活が使うシステムであったり、あるいは静脈システムであったり、こういう様々なですね、経営システムの中心にあるのが情報システム。で、情報システムが介在するということは、ここにデータが溜まるということになります。そのビッグデータですね、ここに溜まるビッグデータをうまく活用して、このシステムの設計にどれだけうまく役立てるか、これが問われているということが、言えるかと思います。で、経営システム工学のですね、いわゆる工学的アプローチという意味では、一般的にどんなアプローチをするかというと、これ皆さんが生きている、複雑なシステム、実際の、世の中のシステムだと思ってください。これをですね、あるエッセンスを取り出してモデル化をします。そのモデル化の、例えばですね、皆さんがコインを振って裏が出たり、裏が出たり表が出たりするその事象っていうのは、確率モデルというもので、モデル化されていると思います。で、ここですね、確率モデル。それから、その他に出ます、にもですね、様々な数理モデルとか、最適化モデルとか、記述しただけのモデルとかにもあります。統計モデルとか、AI でモデル化したり、機械学習モデル。様々なモデルがあるんですけれども、そういうモデルの世界を作って、で、そのモデルの世界で最適化したりとか、施策を評価したりとか、オペレーションズリサーチなんていうのもそういう分析の技術の一つになります。OR というのはむしろですね、モデル化も含んでこの全体いうことも多いんですけれども、そういう OR の分野では最適化の手法がいろいろ提案されていますので、そういったものを使って分析をして、実際にこのモデルの世界でいろいろとなんかこう、最適化したり、その際にですね、評価実験とか検証したりして、もう一回この、実際にデータを取り直したりとか、実験検証したりとかして、ここでやり取りをしてフィードバックしたりして、実際に最適な施策とか、意思決定とか戦術とかそういったものを実装すると。で、そうやってできたものを実際のものにこう適用するというのが、いわゆる工学的なアプローチです。複雑システム、我々が生きている、システムですね。例えば、皆さんだったら、例えば、サッカーのシステムですね。11人をどうやってうまくシステムとして動かすと、
より強いチームが作れるかといったときに、ただ単純にですね、その、皆さんが監督とかコーチとして、その11人の動きをですね、経験的にこう見てですね、経験値を増やすことだけによって、そのチームを強くするのではなくて、それを何らかの方法でデータを取って、数理的に記述して、なんかモデルを作って、そのモデルの上でなんか最適化することによって、それを具体的な最適な戦略や施策に落とし込む。で、それを実際の、まあ、11人のサッカーの戦術に落とし込むという、そのリアルの世界と、それからモデルの世界をこう行ったり来たりしながら、抽象化の思考と、それから演繹の手法ですね。演繹的な手法と機能的な手法、思考ですね。この行ったり来たりしながら、まあ、実際のモデルに行って複雑なシステムに対してなんかアプローチをする。これがいわゆる工学的な、アプローチです。経営システム工学というのはこういうアプローチを往々にして飛ぶので、こういうことの技術っていうことに関しては、深く皆さんは知識を身につけられるというふうに思っています。ということで、長々と説明というか、かなり長くなってしまったんですけれども、将来ある皆さんにですね、ぜひ伝えたいことっていうのは、その日本の企業、まあ、世界的な企業もそうですけれども、大規模で多様性のあるデータをですね、分析したり、で、それを基づいてですね、客観的にですね、経験とか勘とかではなくて、客観的に、方法によって施策立案とか、戦略に結びつけられるようなデータサイエンティストや、経営システム工学のスペシャリスト、こういった分析のスペシャリストというのはまだまだ不足しています。で、経営を熟知してですね、経営システム、マネジメントを熟知して、かつ IT、情報技術を使いこなすことができて、かつ統計データ分析、統計学に、長けたですね、そういう、そのこれらのバランスの良いスペシャリストというのは、実はですね、社会から非常に高く、需要があります。要請されています。ということで、もしですね、この未だかつてこの活用されていないですね、膨大なこのデータですね、こういったものをうまく料理して、経営に役立つような知識を抽出できるような、そういう分析のエキスパートにこうなりたいっていうような、そういう夢のある人はですね、ぜひそういう夢を持っていただくのもいいのかな、なんていうふうに思っています。ということで、1時間ちょっとのですね、講義になってしまいましたけれども、この、オンラインの模擬講義ではデータ科学、データサイエンスや人工知能がですね、これから汎用ツールとして皆さんが使いこなすような時代になるよと、そういう時代の経営システムがどういうふうに推移していくかということを少し展望をですね踏まえてお話をしました。若干ですね、お聞き苦しい点があったら、ご容赦ください。個々のですね、情報、私の研究室の研究生からの情報は、こちらに記載がありますし、データサイエンス研究所の、まあ、情報、活動などは、こちらに記載がありますので、合わせて、ご参考にしていただければと思います。またですね、ぜひ経営システム工学科の学科の紹介もですね、ぜひ聞いていただければと思います。それではですね、皆さんが、この先ですね、ぜひより良い未来に向かって、良い、進路、これを見つけられることを、祈っています。ご清聴ありがとうございました。これで終わりにします。